まあとりあえず電池も少ねえんだけど、この電池がなくなるまでちょっと回し続けたら、かかったのがね、その石があってここら辺かな、あっちのポールの少し先からやって、でランディングしたのがここ。はあ、胃が痛え。あのね、胃が痛くなんのよ。俺はね、初心者だから。バレるとは思わなかった。はあ、でも胃が痛え。本当に胃が痛えよ。情けねえよな。太陽も出てきたよ。わかる？わかっかな？ちょっと眩しくてよく見えねえ。ほら、太陽が出てきたよ。ほんと偶然っていうか、ミラクルっていうか、なんか奇跡の連続だったよ。アラスカは。なんかほんとできすぎじゃねえのって思うよ今俺は。だって俺が夢みてえだもん、嘘みてえだもん。ほんとに、はあ、夢にもならない夢だよね。キーナイ川でキングサーモンを釣って、嘘みてえだろ。だって俺が信じらんないもん。だってすごいよね、アラスカキーナイ川、夢が現実になる場所です。はい。Did you fall in? Huh? Did you fall in? Fall in? Uh-huh. We saw you stumbling and thought you had a fish on. Ah, yeah. I got a king. Oh, really? Yeah. A king? Yeah, king salmon. Oh, shit. All right. It's my first time king salmon in Kenai. Oh, cool. Well, I thought at first you was hurt. Kept watching because you was on your knees. And I thought, well, until we came over to see if he's okay. Yeah. You were stumbling around, you fell, I saw you do that. I'm crying. What, you caught him right there? Yeah? No silvers? Oh, release. Huh? No, but any silvers? Silver salmon. Silver? Oh, no. King salmon today. Okay, you haven't caught any silvers? I don't got a king. Silver. No, but yeah. Where are you from? I'm from Japan. Long way from home. Hmm? Long way. Yeah, long way. But Alaska is wonderful. Yeah, there you go. Amazing. Well, anyhow, the silvers are running. Silver running now? Yeah. Yeah. Good eating. How long silver salmon are largest salmon? Yeah, like that. A big salmon? Meter? Oh, big? Not as big as kings. Biggest kings? No, not as big as kings. Oh. This long, bright what? Silver. Oh, bright silver. Was the king red? Today? Yeah. Today is the king. Was it red? Red? The color of it. Oh, red? Fish. Oh. Red? Fish? Oh. Was it red? A color? Oh, red and a spotted black, black spot. On top, yeah. Yeah, king salmon, I got. Well, no good to eat when they're red anyhow, but the silvers will be bright silver. Bright silver? Yeah. Silver salmon? Yes. Yeah, oh. Yeah. Mm. Sockeyes are already gone. Yeah, sockeye is upper kinai? Yeah, I got many. Yeah. Sockeye, yeah.
good. Thank you very much. We might come out and fish with you later on today. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. なんていうね、こう地元の人たちとの語らいもあったりするわけだよ。バカどもが、バカどもが。いやいろいろあったな、アラスカ。ほんと、いろいろあったよ。まあ日本に帰ってからちょっと言おうかなと思ってることとか、まあ2、3あるんだけど、はあ、いろいろあった。でもまさか今日結果が出るとは思わなかったよ。俺多分ね、俺の予測では3日後だと思ってたんだ。意外て最高の胃の痛さだね。日本でアラスカに来る前、アラスカカナダに来る前で、日本で恋のせがかれをやった時もさ、胃が痛かったよね。釣り上げた後、あれもね、今と同じ成人の TCR だったんだよ。で、中川だったんだよね。90センチぐらいだったんだけどさ、中川の、あのね、鯉もね、背がかりだったんだよ。あの中川の偶然背がかりでかかった90センチの鯉もさ、まあその時もはなんとなくそう思ってたんだけど、まあアラスカ行ってこいっていう風に言ってくれたんだと思うし、お前はこういう魚とファイトしに行くんだぜっていうのを鯉が教えてくれたことだし、それで最後にキングサーモンというね、お前ちょっと漫画だろ俺。漫画だよ。今日はね、キングはね、こっちの方でよくあの、なんつうの、ライズというかボイルというか、清水さんがロールって言ってたな、してるのがね見えてね。で、向こうの白波の方からぐーっと探ってきたんだよね。で、あの流れの筋まで投げて、そこからゆっくりスイングさせてきたところだね。あー、胃が痛えよー。フックはね、あの地元の やつなんだけど、フックはね、地元のあのガマカツのオクトパスフックってやつなんだけど、ひねりはね、
戻さないとダメ、貫通力が低下するだけなんで。で、まあ今のあのキングサーモンもバーブレスで、まあ、当然やってます、やってました。もうやんねえからなもうだってこの胃の痛さじゃ釣りできねえよ。次の魚釣ったら俺死ぬぜ。あのね、かかれば一発でわかるキングは。今みたいにやっぱりボロボロになってる、もう弱ったキングでもね、重い重いよ全てが。でも俺は多分カシロフじゃ釣れねえと思うな。あんだけ一生懸命引っ掛けやっても釣れなかったぐらいだし、俺は多分カシロフじゃキングは釣れねえと思うな。あー意外て、あー意外てバカどもが俺釣ったぞこら。あーやべ、ダメだ、こういうこと言うと意外余計痛くなる。でもね、喋ってないと喋ってないでまた胃が痛いのよ。あー胃が痛い。あのね、寝掛かりかと思ったとかそういうのは言わなくて大丈夫。あ、かかったってその瞬間にね、きっとキングだってわかる。今までのじゃないっつうのだけは分かったから俺も。ああキングサーモン釣っちゃった。どうだバカども、俺はキングサーモン釣ったぞ。でもね、あのね、俺にかかってくれたの、本当にかかってくれたんです。かけたんじゃないの。当たりも思ってたより微妙だった。レッツのスナックでかけるようなもわっとした違和感程度だったね。ただね、なんか重かったよ。そこでクッと竿を合わせて、でまあ偶然かかったわけだけど、電池ないな、やっぱり終わりにしよっか。キリが悪いのもなんかね、嫌だし。15分まで持つかな。いやー、でもあの泣き泣き動画をねYouTube にアップするっていうのもなかなか滑稽だと思うけどさ、まあね、そういう感動があるのが、感動、本当に感動がある場所がキーナイペニンシュラ、キーナイ半島っていう意味らしい。アラスカ、そしてキーナイ川、キーナイ半島、そしてそこを流れる大本流キーナイ川、最高というのは適切な表現ではないね。ありがとうアラスカ。